はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴァンパイアサバイバーズ遊んでいきましょう。久しぶりですね。今回は、時止めのクロックランセットを中心に、プレイしていきたいと思います。いつも通り、ツイッチで配信を行ってます。ぜひ、ツイッチ、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチ、プリーズ。アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube に、2日後かな、アーカイブ配信予定です。ぜひ、YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。Please YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントもございます。ぜひ、アカウントフォロー、お願いいたします。プリーズツイッター X アカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。じゃあやりますか。マリオ。何がいいんだろう。なんだこれ。成長、幸運、欲望。呪いが一定の間隔で2倍、2倍。なんか。何これ。あ、マウスで動かせるんだ。まあ、コントローラーでも動かせるけど。マウスカーソルで動かせるようになってます。タッチスクリーン、コントロールスティックっていうのがあるみたいですね。なんかすごいストーカーみたいなものに付きまとわれてる？王の。ろうそくが斧なんだ。風魔の書が、聖書なんだ。スピードが遅いな、このキャラ。なに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 ？聖書。下に、なんだ。ああ、行こう。下行ってみよう。雷も結局強いからな。なんか早くない？なんで？このキャラが弱い、スピードが、移動速度が弱いのかも。おら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 、一転攻勢。
あ、副社。でも、なんか付きまとわれてるんだが、お、フィーバー、お金もすごいもらえる。この花みたいなやつって組み合わせはあるの？ないね、今のところないんだ。火力高いな。早い。聖書、聖書は、なんだ、王冠だっけ。ガイドってなんだっけ。お、クロックランセットは、クロックランセットはなんかよくわからないもので、を組み合わせると、あ、十字架を間違って開けてしまった。オーブってなんだっけ。オーブは、あ、聖水だな。
あ、ダメダメダメ、食われてる食われてる。クローバー、十字架クローバーなんか。クローバー運上がりますからね。リーチ。取りに行こう。クローバーだ。リーチ。風魔の書。これで一気に、ボスを探して、探しに行く旅へ。お、こいつボス、近づいてるや。おー！大フィーバー。すごいな。これで聖書が進化いたしました。いや、強いな。十字架って進化するんだよな。進化する今日、正直微妙ではあるらしいからな。で、あ、斧ももう大丈夫、進化する。風魔の書か。え、これ何？これでリーチか。
本武器がないんだよな。お、ザワールド。あんまりザワールド効果ってないな。あ、さらに。オラ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 。いいなこれ。小箱あるやん。どうなってんだ。早い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 。こいつ早い。福祉あるやん。福祉は何と組み合わせるんだ。福祉は魔法の杖か。じゃあダメだな。これで斧も進化。ティアギスは銃だから関係ないしな。なんだこの S みたいなやつは。デパ包丁もあるんだ。さあ何が来る？ん？何これ。いや普通の引き寄せホブか。赤だ。レベル順調に上がってますね。13分の壁っていうのがあるのか。この面には。
うわ、すごいスピードで襲いかかってくる。ボス？じゃないかも。脳死状態で遊んでる感じだよな。これで十字架リーチ。溶け方がめちゃくちゃリアルだな。どんどん溶けていくよね。まあ、あんまり動かない方がいいのかもね。まあ、回収はしに行こう。これってレベルアップできるんだっけ？レベルアップっていうか進化できるんだっけ？ん？これなんだっけ？ナイフ？あ、進化十字架か。これで指輪もリーチ。ボスではない。
早いな、とにかく突っ込んでくるスピードが気をつけないとな。私はこれでフルです。これでもこの範囲でも引き寄せんのか。終わった。タバコある。おお、フィーバー。進化あとなんだ、今4ライン進化してるが、の着物なんか入られてる。結構ケツライウな中入られると、え、何こいつら、正直でかい敵の方が嫌だな。こいつはでかくはないけど速い。
あ、アルカナだ。アルカナどこにあるんだ。これか。まあ普通に。おら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 、タマコ。もうちょっとだな。まただ。なってんな。あれ？あれだ。あ、その前に。呪いが、呪いのせいだ。確か組み合わさってセットではならない。なんだそれ、意味がない。とりあえず右消去。左右組み合わせるやつってないのか、まだ。とティラギスぐらいだよな。ちなみにティラギスもあんまり関係ないんだよな。何こいつ。あ、危ない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 。早い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 。やばい、動きが早いよ。やったー。
広場で。どうかな、クリアできるかな。入ってこられてるよ。無理です。あ、なんだこれ。負けた。呪いは怖い。遅いんだよな、多分ドンマリオは。お。何これ。あ、こいつ時止めやったっけ。時止めってなんだ。時止めのやつ。ちょっと待ってくださいね。
ハートか。やっぱうまくいかないもんだ。うわ、呪いがあるとアップするんだな、力が。あ、シュッカ、シュートの方が良かったかな。あとトマトって何他に何か組み合わせられたような気がするんだけど、なんだっけ。いや、呪いが。この杖は白紙。早速白紙をゲット。何これ。なんだろう、ワンコか。ここはナイフですね。中東ってなんか進化できるようになったっけ。できるけどちょっと厳しいな、条件が。強いのはわかるんだけどな。
炎。もうちょっとだな。道ってなんだっけ。やばい。え？あんまり横向いてないからな。あったあったあった、これだ。これ時止めのライフの飛車はそうだよな。でも時止めのライフをまず手に入れないとダメだ。はい、命をトマト。あれ？クロックランセットって取ることできないのかも。え、時止めは、時止め縛りが意味をなさない。
でも進化できるよな。できるかな。ダメなんだ。ろうそく、ろうそくなかったっけ。下ないのかな。やばい。これってそうだな、進化できるんだよな。選べないかな。やばい、早く逃げないと。
短足か。あれ？今のとこ4種類か。難しいな。観測？進化、進化杖。ナイフ。は？振り切れってなんだ？これで聖書もリーチ。
あ、聖書、聖書進化。ビームが、まだレベル40なんだ。ナイフもレベルアップするからな。もらった。すごいな。クロックランセットはない限りは意味がないからな。
ね。ナイフも進化。見えねえ。いった。呪う方かよ。上だった。正解は。まあでももう遅いよな。遠いもんな。アルカナが、アルカナが取ってやれないや。お、ん？あ、そうか。これ多分フルじゃないとダメなんだ。何この強いやつ。
構長く時間効くんだな。あと5分カニ道楽。でこうなると呪いになるとは。でも大丈夫だ、呪いでも溶かしちゃうもんな。え、何こいつ、無理だよこのロボは。これはやられるかも、呪いモードの場合。入られるかもな。さあ問題の呪いモード、あーでも入られないな、入られ始めてんな。あ、呪いモード解けた。呪いモード、え、どこなんだ、もうちょっとこの辺のはず。あ、あれだ、よく間に合ったな。わ、すごい。やれることが、あれだ、あと1分半呪いモード。うわー、入ってくる入ってくる。呪いモードは解けた。さあ、あとはもうこれクリアできるかどうかですね。
あ、呪いモード。すごいことなってんな。もうすぐ呪いモード解ける。残り40秒。あと20秒。10秒。今呪いモードになっているが入ってこられてない。すごいな。でも全然クロックランセと関係なかった。コスカリコ行ってみるか。いろいろあるな。いろいろあるがダメだ。どんなとこなんだ。あとタヌキは当たり判定がでかいからな。難しい。清水かな。しかし、やばいな、時止め全然出てこないや。
何これ、数珠ってこれ進化できるんかな。いや、まだできない。数珠はダメだ。黒ハト消去。ダメだよ。王冠って何と組み合わせるの？あ、ペンタ君か。ペンタ君なんだ。まあまあ、とりあえずあれ取っとくか。引き寄せ。まあサブは取ってないんで、一つも。あれ？あ、あるよね。あ、そっちの王冠か。ないなぁ。ドリル消去。地図がある。まず地図を取らないとな。でもここ行き止まりだ。どっから行くんだ。行き止まりだな。モンキー、猿だな。猿って言ったら、あ、ダメだな。なかなかクロックランセットが出てこない。クロックランセット、OK、クロックランセットは どこから入るんだ。あ、動物園だ。迷路ですね。硬い。ペンタ君だからな、関係ないもんな。取ってもしゃあないもんな。後で取るのは別にいいんだけどな。あー、嘘でしょ。取れって言ってんの？あかん。これ取らないと先進めない？いや、雪止まりだな、これ。どうなんでしょう。お、ペンタ君いるじゃん。あ、ボス。なんかすごいでかくない？なんか。しっかり取っていきましょう。あ、ここダメじゃん。左側ないのかな。
あ、行けそう、先に。こっちはあるな。なんだっけこれ。お。いけない。橋がある。弾速ってなんだっけ？弾速はナイフか。あとアルカナがありますね。アルカナ取っといてもいいんじゃないかな。これだ。新アルカナ。私は何と組み合わせんだっけ？杖か。行き止まりじゃないね。まだ進めるね。まず地図を取るってことが第一条件だろうな。ん？これは先は進めるんだけど、リスクは伴うな。ん？こっち入れないのか。入れない。どうやって入るかだろうな。ん？何？クリアだっけ？あ、これもう取ったことになるんだ。OK。いろいろあるな。マンティスとか。と左側にはクエスチョンマークもある。残念、宝箱じゃなかった。ここで副車が登場。副車は他に雷の指輪も複写が当てはまるんだよね。
チピチ。水槽はまだだな。下に行ってみるか。ザワールド。あ、結構あいつ早いな。宝箱。中入れんの？入れるけど何もなさそうだけどな。あ、肉か。なんだあの左側のなんか書みたいなやつは。書を捨てよ、町に出よう。すごい数。まあでも救わない、救わなきゃ。救済、救済。あ、白紙。シャツエか。あ、やばいやばい。救済したね。誰、ま、新規って。
エレノール・ウジロン。なんだあれ、硬いな。硬いってまあ進化してないっていうのもあるけど。あるかな。あるかな。あれ？今なんであれ取れたんだ？雷の指輪。ああラス位置かこれ。まあ雷の指輪ね、正解かも。あ、結構やられてる。こいつボス？いや、ボスじゃない。鎧はルントレか。ルントレ取っても知らないけどな。あ、やった、ようやく。
レベルがなかなか上がらないんだよな。おお、フィーバービット。はいほうはいほうはいほう。どうやってこれし、やばい。え？なんで？
あ、ペンタ君だ。顔の杖。魔法の杖は白紙ですからね、相性がいい。で、戦車を取る。あと弾速が速くなるのはナイフか。ああ、ルントレ鎧か。鎧をゲット。総合ボマナ。止め。炎はろうそくか。ろうそくってあったっけ。ろうそくはない。あと一つか、枠は。巻き込むんだこれ。
筋トレ、白紙だな。まず取らないといけないのは、総合マナーなんだろう。後回しだな。すごい。そうなんだ。もうちょっとだ。かな。近づくとこいつがいるのか。今だ。
あ、でかい。こいつボスキャラだ。おお、フィーバクシャノは来た。ルントレが、ああトレじゃなくて基本は。本当にも進化可能だよな。あ、いいね。範囲がでかい。キャラ、またボスキャラ。
ルカナだった。よいしょ。欲しい。待ってくださいね。
さんフィーバーです。セガレベルアップです。いけると思うけどな、杖になってきちゃって。壁はめ、聖書もレベルアップ。筋トレもレベルアップ、進化へ向けてレベルアップさせていきましょう。ちょっとな、さあまたフィーバーです。これラストですね。お、ノーモ、やまびこの夜。三つ目は進化してますね。さあ金銀が揃った。なんか
あるかな。ちょっとかな、これだ。あ、呪うやつか、いらん。止まってるんだ。さあどうなる？まだルントレが進化した。4つ、あと2つか。
怖っ。倒した。多分間に合わないだろうな。
ああ、ダメっぽい。ポピアでレベル50に達する。なんかまたアンロックされたな。はい。もうこれ以上あげるものはないからな。はい、ということで、あ、結構協力プレイですね。スイッチモードを有効にするってなんだ。はい、ということで、今回少し長くなりました。ここまでとなります。ツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画は YouTube にアップロードいたします。2日か3日後にアップロード予定です。ぜひ YouTube ご覧ください。プリーズ YouTubeライブ、YouTube チャンネルサブスクライブド This live YouTube、upload to or 3 days after、Twitter X アカウントフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォローリポストいいね、ぜひお願いいたします。ということで、久しぶりにヴァンパイアサバイバーズやっていきました。次回いつやるんでしょうか。明日は多分 A 列車で行こう9をやるのではないかと思います。ぜひお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。